こっち。いいか、ルール探しをするにしてもスバルト・アルフヘイムにどうやって行く。世界の行き来はオーディンに封じられてしまったじゃろう。シンドリに考えがあるらしいよ。どうせまた余計な考えだ。ふん、地面がひび割れてるね。下に何があるんだ。またしてもお前さんお得意の大暴れか。やれやれ。みんな、オーディンとの会話をどこまで聞いた。あの二人は外におったし、ほとんど聞いとらんが、あの子もちゃんと話したじゃろ。心配いらんて。打ち明けていないことがあるとしたら。ここでトロールと戦ったよね。お前は我を失った。はあ、用心して進むんじゃぞ。この先は危険じゃ。盾なしでも戦えそう。これが初めてではない。ビルルビーデン。家だ。お前さん、いいか、あの子の好奇心を抑えつけてはならんぞ。若さの象徴じゃろ。私は若い頃服従を学んだ。息子にもそれを望むんか。あの子は自分で歩む道を選ぶ。離れてほしくないのならば寄り添って歩んでやるのがよかろう。ふん。スバルト・アルフヘイムへ行く扉を開けることができれば、きっと便利なものがたくさん見つかるはずだよ。分かった、行こう。本当に？だが、デュールが見つからなければもう探さんと約束しろ。二度とな。やったね、後悔させないよ。ふん。アトリウスですか？お元気にしてました？ああ、大きくなっちゃって。あうん、まあ。さあ、ほら、ついてきて。宿がご入り用だとか、そんな時こそ、皆様お気に入りのドワーフ族の出番です。お気に入りは私たちだけでしょう。もちろん、二人だけだよ。よろしい。さあさあ、皆さん、入って。それで？区界で最も清潔な家に案内します。汚さないでくださいね。あなたに言ってるわけじゃありませんよ、クレイトス。あんなことがあった後です。次の策を練るためにも部屋があった方がいいでしょ。もうすぐですよ。
通り、二人で世界の狭間に家をこしらえたんです。質素ですけど、フィンブルの冬もオーディンの目も心配無用。しかも灰色にきらめく空を見渡せる絶好の立地。ありがとう、シンドリ。実は相談したいことがあるんだけど。相談？さあ、入って。ささ、靴を拭いてください。ピッカピカにね、ごゆっくり。拭く気は一切ないと。結構。寝室はあっち、台所はそこ。あと、お菓子いります？クレイトス、お菓子は？菓子は必要ない。そんなことより、スバルト・アルフヘイムに行ってテュールを助けたいんだ。テュール？あのテュール様がご存命で、驚いた。もういいよ、全部話した。全部？息子を焚きつけたようだな。私は見守ってたんですよ、あなたの代わりに。安心安全を最優先でね。助け船出して。とにかく今はまず、また世界を行き来できるようにしたいんだ。できるんでしょ？ええ、もちろん。ただあそこはなんというか泥だらけで。できるならなぜさっさとやらんのじゃ。実を言うと、逆にあなたのお力をお借りしたくて。ほっほー、かのフルドラ兄弟がこの地の巨人に助けを候補が来るとはの。ええ、その通り。おい、ちょっと待ちな。どこから忍び込みやがった？てか、一体どこのどいつだ？私の息子だ。一体絶対こいつはどうしちまったんだ。でっかくなっちまってよ。それになんだその、見てくれは、おめえのせいだぞ。ほらキラ、坊主にピタッとくるのをこしらえてやら。成長しただけじゃ、このボケナス。お前さんにも思春期くらいあったじゃろ。ちょっと。まあ、後の祭りってやつだが、息子が大事ならおめえがもっとしっかりすることだな。こやつなりに努力しとる。まあいいさ、お暴れできるよう装備を整えてやっか。まずはこれだ。うん、派手にやられたな。うん、新しいの作った方がいいんじゃねえか。大事なものなのだ。しゃあねえな、なら何とかしてみっか。直してる間、代わりになるもんを作ってやるぜ。今手元にある素材じゃこんなもんしか作れん。材料見つけてくりゃ他のもんも作れるかもな。坊主の背が伸び続けるってんなら、こまめに伸長する癖をつけることだな。忘れ物を宝箱にぶち込んどいてやったぜ。まったく世話が焼けるね。先に行って部屋を見てくる。シンドリに声かけて。ここすごいね、シンドリ。自分で建てたの？ええ。他の世界へ行けるか。
作業場にあるものを使えば。ほら来て、首も忘れなく。それでティュール様は一体いずこに？鉱山に幽閉されてることしか分かってない。鉱山といってもそこら中にあるでしょ。もっと絞り込まなきゃ。そうだ、ダーリンに会うといい。ダーリン？私たちのいとこみたいなものです。町の警備を担当してますから、ありとあらゆる鉱山の情報を手に入れられるはず。しかもオーディンを敵視している。あなたの母上も反乱の際彼を頼りました。いいです。反乱？ねえ、知ってた？いいや。反乱軍の指導者で母上の知り合いだって。じゃじゃーんってとこは無視ですか。まあいいですけど、すぐに使えるようにしておきます。外の扉に来て。反乱軍の指導者だって？ご大層な肩書きだね。え？おめえも豆粒みてえな脳みそで思いついたこと適当に言いやがって。よそ者が揉め事を起こしに来んの、ダーリンが指折り数えて待ってるわけねえだろ。どういうこと、ブロック？当てにできるのか？忘れてくれ。言っとくが、俺はてめえの身内を悪く言うようなチンケな玉じゃねえ。どこぞの潔癖野郎は別だがよ。聞こえません。ほら、会いに行くならご自由に行って確かめてみりゃいいさ。言っとくが、あいつはどっかの誰かみたいに優しいドワーフじゃねえぞ。ベラボーに気難しくてふざけたこと抜かすやつだ。二人の話が違いすぎて悩ましいの。二人の故郷に行けるのか。スバルト・アルフヘイムって変わってそう。スバルト・アルフヘイム？ふざけた名前つけやがって。俺らが闇のエルフに見えるってか。そっか、違う名前があるんだっけ。ニザ・ベリル、都の名前でもあります。ダーリンもそこにいますよ。今じゃオーディンの腰巾着だらけだけどな、誇りあるドワーフ族が行く場所には程遠いってもんよ。言い過ぎでもないか。みんな大好きサメ肌のアンポンタンは元気にやっとったのか。今なんて言った？いい気分じゃ。今の、ビフレストと首の出番です。ブロック、ほらやって。ここでわしの力がいるというわけじゃな。その通り。この装置はあなたに合わせて作りました。これさえあればそのビフレストの目で問題解決です。ほいじゃあわしがこやつを操作すればいいんかの。まさかそんなわけないでしょ。これは目に光を注ぐ時の固定器具です。いや、シンタリ、貴様測ったな。さあほら、さっさと開けて。こうなったら監視でこじ開けますよ。やれ。そうそう、そのまま。よし、今です。嫌な気分じゃ。出番ですよ、急いで。わかった、行くって。一体全体何なんじゃ、ふざけおって。すぐに分かりますから、あとは調整して。よし、これでいい。え、後遺症もなし。お前に後遺症を与えてやるわい。クレイトス、角を刺してやれ。冗談も通じねえ老いぼれヤギが。壊れてしまった。ユグドラシルの種を使って行き先を決められるよう作り変えましたから、もう異次元の魔もビフレストもいらないんです。だが明かりはどうする？なるほど、何か考えときます。それよりこちらへ、使い方を教えますから。
鍵を右手のスバルト・アルフヘイムのルーンに向けて集中を。これでニザベリルの外の湿地帯に行けます。町の酒場でダーリンのことを尋ねてみて。そこなら確実。年がら年中酔っ払ってる男です。あの男が心を入れ替えてる可能性はゼロ。一緒に来ないの？顔を見せには行きますが、湿地帯はベトベトして、グリームもいるでしょ、ネチャネチャして臭いんです。幸運を。うん、って今なんて。幸運を。